はい、俺が最初ゲーム、ありがとうございます。よろしくね。プリ、やっていいです。ふに、これ見て、みんな、漫画借りてきました。みんな漫画教えてくれてありがとうな。読みたい漫画、いっぱいメモしてんけど、ここの、一旦、鋼の錬金術師を読むことにしました。はい、ありがとうございました。俺漫画ほんまに好きやからさ、みんな漫画教えてくれてありがとうね。まだ何かあったら、おすすめがあったら教えてください。で、順番に読んでいきたいと思います。読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。で、せやな。ほんで何が言いたかったんだっけ、俺。何が言いたかったんだっけ。待ってな。思い出した。レートや。俺、レートがさ、36,000 超えました。みんな、ありがとうね。これからも日々頑張ってマリオカートデラックスやりますんで、はい。応援の方でよろしくお願いします。赤コーラ俺じゃないの、ラッキーすぎるけど、赤コーラ持ってるけど、俺は裏バナナ持ってるから俺の方が強いんじゃないの、これどうなん、どうなんすか。あ、サンダー早っ。ちょっと待って、それちょっとまずいかも。まあ、まずくはないんやけどな。1位抜けてんで、ちょっと頑張るわ、ちょっと集中するわ。レート99,999になるにはコインが必要なので、トゲ来たね、トゲ来たけど、まあまあ1位当たるわ、もうしゃあないで。え、俺、トゲも俺、これもうだるいって、さすがに、さすがにだるない、これ。なんで俺赤通された、今トゲ当たってからでいいやん、軽減になるかもしれやんだでしょ、あの赤コーラで。大丈夫か、頭使えよ。もうむちゃくちゃ言っとるけど、むちゃくちゃ怒ってますけど、ちょっとまだ戻れやん距離でもないので、頑張ってコイン集めて戻っていきたい。このバナナ吸ったら終わる、シングルでいいな。もう俺やん、もう俺やん、だるい。もうさっきからさ、絡まんでいいやんか、別に俺に絶対絡まなあかんのか、お前ら、この野郎。落ち着けよ、集中しろ。なんかさ、いいなんやけど、ほんで後ろミドさんやし、もう意味がわからん、これ。落ち着いてな、鉄防御するやろ、はい、 CGD するでしょ、落ち着いてね。前は近いよと、前は近い、そう遠くはない。鉄防御、コインダブル交換、あー、これもサイでいいかな、これサイでいいかな、うん、サイでいい気するわ、さすがに。どう、みんな1位狙った方がいい、1位とか狙えやんと思うんやけどな、これ逆に。後ろ投げて、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 キノコじゃー、いいよ、うまい、うまいけど、うまいけど、バックや、バックや、バックやにー、そういうことやな、上手やな。まあやけど、ちょっとなんか物足りへんかったら、何個か順位上げたいんやけど、どうですか、ダメ。はい、部屋買いました。なんや、あそこエレドリ、エレクトロドリームで気持ち持ってかれたんで部屋買いました。あそこではやれないと思ったら、俺が一番強い部屋になったので、頑張っていきたいって言おうとしてんけど、さら失敗したわ。はい、コイン集めて前に出ます。しっかりな、しっかり前に出て、まあ部屋変えようかな、これやったら、これやったら次も部屋変えます、よろしく。コイン全然集まらへん、あれ、俺がレート一番高いだけ、こいつらうまい、まさか。どうなんやろ、分からんけど、まあ頑張るわ。コインないやん、全然コインも余してくれへんやん。え、プロばっかやん、この部屋。待って、落ち着いてな。はいはい、コイン取って、9位で割ってコイン10枚、な、割れないな。で、これでどんだけ前に出れるか。あー、平方に押された、平方に押されたので俺は悪くないと。まあ仕方ない、キノコを余分に使ってしまったけど、すーごいやり合いしとるやん、すーごいやり合いしとる。怖い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 、いっぱい飛んでくるやん。ちょっと待って、待って、乱世、乱世やん完全に。落ち着いて、風取って、しっかりダブル持ってこうかな。いいよ、持って、はい、紫ターボ解放やろ、これどうすんの、これ、これどうすんの。もう動物、あー、もうむちゃくちゃ、むちゃくちゃ被弾、もう部屋のレートが低いっていうのがもうみんなわかるね、これで。もうだるいわこいつら、ガチでアイテム投げすぎやねん、何してんの。もうブンブン、わかるやろこれ、えぐいで、この部屋しばきやり、ザ・マリオカート、面白いな。逆に木野さん出た、これ買ったんちゃう、これワンチャンス買ってると思うんやけど、俺に赤コーラが飛んでくると、もう動物園ですね、完全に、完全に動物園がなんかに出ると、
意味がわからんやなんやこれ、なんで1位出とんねん俺が、意味わからんがな。いいよ、ダブル取ってもう剣の方よし、何人かに抜かれるの分かっとるけどもうしゃあないな、このままいっか。いや誰も俺のこと抜かへんのか、意味わからんがもう何これ、チンレースやんこれ、チンレース完全に意味がわからん。もういや面白いからもう一回やるわ、この部屋おもろすぎるやろ、面白かったよな、どう思ったみんな、めっちゃ面白いと思ったわほんまにマジで。まあ頑張ってここでもう一回1位取りたいと思って思いっきり前張りして勝ったろう思ってんけど、打開コース好きだから打開するわ、しっかり打開する、あの下がるもう1の1、あこれさ1周目のアイテムさ、これ1周目の1個目のアイテムを1の1と言います。はい、で1の1停止をしました。あの1の1停止することってあんまり俺ないんやけど、まあそれぐらい打開しようかなって気分やから、もう決め打ち打開。まあそしてこのコースは打開コースで有名やな、みんな覚えといてな、このコースは打開コースです、打開コースで超有名な打開コースなんで、はい打開しましょう。まあ前も強いけどな、前も強いって言われてるけどな、前も強いけど、まあ打開しろ、頑張れ。以上、コイン取る、コイン取る、わあ金キノか難しいな。まあでもダブル交換したいからちょっと履いとくわ、ダブル交換したいんで履いといて、しっかり9位では割りたい感はあったけど割らせてもらえなしそうやな。7位、あ、いいよこれ、こんなに強いのこれ、あそこバグボック、うえーいらなー、どうすんのこれ、困っちゃうんですけど、これ木の位置とかにしといてよ、せめてもうどうすんのこれ、どこまで持ってったらいいのこれ、危な相変わらずあれとる、相変わらずあれとんやけど、はい、うわこれ結果どうなるんこれ、あーしまったー、考えすぎた、思考しすぎた、当たれ、当たるんかいお前ほんまに、どうすんのこれ、抜いてくれ抜いてくれ、俺のこと抜いてくれ、構わず抜いてくれ、いけ、いやなんやこれなんじゃこれ、ギャグギャグ、あのギャグ部屋、これギャグ部屋すぎて意味が分からん、すごいねあのギャグ部屋すぎて、これここでいっぱい取ることにしてしたっていうか、あのラストやな、ごめんラスト取るわ、はい頑張ります、何とか分からん、ここんあのさっきまでギャグに付き合わされてきたけど終わり、しっかり前抜けたる、しっかり前抜けたるからの、あの見とるみんな面白くないと思うぐらい前抜けたろ、それぐらいあの前抜けたろ、よろしくプリ、オッケーオッケー、コインを結防御、よいしょ、ここの段差はしっかり、そう難しいんよここの段差、誰かさ入れ方知っとる人おったらさ DM で教えて、あそこ入れんのめっちゃ難しいと思います、よろしく、トゲは絶対俺が当たれたらついてきとんな、一人なんかついてきてますね、一人だけついてきてるんで、ポールと俺の勝負になるかな、まあまあポールと俺の勝負って感じで頑張って、危な、ポール喧嘩っぱや、ポール喧嘩っぱよーて、まあただこれ結構抜けたね、ポールが赤コーラを投げてきとると、ポールちょっと喧嘩っぱやくない、俺に峠俺に抜ける、やっちゃったこれ、どうすんのこれ、ただ結構抜けとるから心配はないかな、峠来たら嫌ぐらい、峠来たら嫌ぐらい、嫌な、でここはっ入って、しっかり入るときと入らんときがあるからな、ちょっとなんか難しいな、はい頑張ります、ダブル割る使うな、なんか峠来た、峠来たけども当たるわ、さすがにこれ俺っしょ、譲れないんで俺でお願い、オッケー、ショートカット入った。まあ、しゃあないな。ポール、あ、ポール来た、ポール来た。ポール怒っとる、ポール怒っとる。ポールなんか怒っとる、大丈夫？ポールに負けない、よろしく。ケツ防御して、ポールお前喧嘩打ったな。俺に喧嘩打ったからお前赤コーラ食らうんやぞと。はい。あにーと、なにー？ポールお前！ポールに抜かれたくない！はい！はい！よいしょ、ここに置いてポール当たれ、
オッケー、ポール爆撃成功したので、今日はこれで終わりやな。早すぎやわ、俺。さすがに。さすがに早すぎるわ。